せーの、やっほーやっほーはい、今日はですね、はい、ラーメンを作りたいなと思って。ラーメンですか？はい、楽しみですね。味噌ラーメンとかそんなんですか？塩ラーメンとか、ね、醤油かな。醤油、醤油かな、うん、いいですね、はい。何使うんですか、それ。ああ、具材わかんないですけどね。具材じゃあちょっと持ってきましょうね。はい。さあ、生姜なんかね、用意してるみたいなんですけどね、うん、何を用意してるんですかね。具材だったら、うん、何使うんですかね。野菜とかいっぱいなんか入れるようなイメージなんですかね。お待たせ。やばいだろ、やばいだろ、やばいだろ、これ。はは、いや、ちょっとこれ、あの、やめてたまるか、お前と俺は群れだからさ。これ、カラスさんですよね。そう、お前が噂のカラスかみたいな。あいつ言ってたぞっつってってことで、今回はカラスをだしにして、はい、カラスラーメンを作りたいなと思います。おう、他完全にカラス使うってのかね。うん、その発想なかったんでね、僕はちょっと若干恐怖してるんですけど、これ食べたことあるんですよ、僕はカラスは。マジですか？うん、普通になんかちょっと牛に近い鶏肉みたいな感じかな。はっ、下処理をしていきます。とりあえず毛をむしろうか。あ、毛って手取れるの？あ、なんかいけた、ほら。あ、ほんとだ。あ、プチプチプチっていける。おー、いけるいける。でも、お湯でジャッて入れる。あ、お湯と、お湯とか、お湯。もうプチ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 っていけるらしいから、お湯行こう。お塩は調理科だったっけ、確か。うん、調理科。学生時代は。うん。調理科でもこういうのやった？毛むしりからはやらんかったけど、丸鶏を砂漠みたいなのはあったね。うん。カラス。あ、めっちゃすぐ抜ける。あ、そ。あ、すげえ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 。そんな、これ皮じゃない、これ皮ごといってない、これ。そしてね、今カラスとりあえず一匹目毛を剥いた感じですね、羽とか、うん、で、内臓っすね。内臓取ります。切りづらそうだね、本当にね。皮はね、食べれないんだって、やっぱり、うん、カラスの皮、うん、普通の鳥皮と思って違うんだね。うん、お、なんか出てきた。よいしょ。いいところでもあるんですか、もしかして。あそこ胃袋かな、今。これかな、右手に持ってこれかな、うん、スカスカっすね。スカスカ。うん、何も入ってない。はい、じゃあね。はい、ちょっと抜け切れてない毛を焼きます。こいつらはだし、うん、で、こいつチャーシューにしようかな、これは。あ、これチャーシュー？チャーシュー。で、こいつらどうしようかな。こいつですか？うん、どんなしたい？フライドチキンみたいに、うん、せっかくだからこれは姿のままで食べてみたい。うん、いいんじゃん、それでも。はい、じゃあちょっとね、スープに取り掛かります。はい、これは一回下茹でして、アク出して捨てて、こう骨ちょっと細かくガンガンって砕いて、それから次の段階に行きます。はい、ということで、これはちょっとしばらく放置。鶏チャーシューを作ります。鶏チャーシュー、うん、今、醤油とみりんと生姜入ってます。はい、でこれをタッパーで、ボウルに入れて、うん、水をつけて、どうするんですか。じゃん、久々に登場。なんすかこれ。低温調理器ですね、これ。低温調理器、低温調理器、低温調理器。今 26.6 度だ、奥さん、はい、水の温度が徐々に上がっていって、60度になったらもう60度から上がりもせず下がりもせずキープして、これで1時間ずっとフォ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 ってやってくれる。だから中まで最低限の火しか通さない感じでチャーシューができるよっていう装置です。すっげえ。はい、じゃあスープですね、一回これを湯捨てて、砕いていきます。これは煮込みます。どのくらい煮込むのかな。真っ黒になるまで揚げます、低温で。これを、こいつは真っ黒になるんですか。うん、
うわー、絶対美味しいよ、これ。はい、はい、じゃあ、300の麺作り。はい、ちょっとね、僕初めてなんでね、ちょっとあの、お塩にね、そう、手ほずきしてもらってやらせていきますね。それで、軽めにバーって混ぜて、片手でいいよ。あ、めっちゃ柔らかい、うん、あ、ひんやりしてる。いいっすね。で、真ん中にちょっとくぼみをつけてください。はい、はい、こんな感じですかね。はい、そこに水を入れてください。これあ、うん、さっきのやつ。あ、これ、うん、秘伝の、はい、ね、8割ぐらいで。はい、じゃあこれを混ぜてください。 OK、いくよ。うおおおお、ひと塊になるぐらいまで。はい、はい、どうすか、363。あ、もういい感じじゃないですかね、これ。いい感じ？はい。じゃあ丸めてもらっていいですか？あ、いいですか、じゃあ。うん、あ、いい感じですね。そう。じゃあ丸くして、はい、これに入れてもらっていいですか？そう。オーケー。はい。ちょっとしばらくね。はい。このまま20分ぐらい休ませます。はい、じゃあ休ませます。はい。ごめんなさい、休ませるって言うだけで休ませません。はい。これ踏んでください。踏む。踏んで生地伸ばしてください。本当に踏んでいいんだ。踏んでるけど。こんな感じ？あ、すごい。気持ちがいいですね。はい、じゃあ放置してたニンニクですね。はい、ニンニクはこちらですね。はい、真っ黒クロスケですね。これをすり鉢に。うわ。うわ、すごい匂いが。なんかニンニクの香りがめっちゃ強いですね。ニンニクを潰すことによってトロトロになっていきます。はい、じゃあね、鶏チャーシューができたみたいなんで、ちょっと見てみます。切りますね、うん、おー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 おお、レアいい感じだね。本当にうまい。本当にうまいんだ、これは。最高ですね。そのままこれじゃちょっと、うん、置いとこうか、常温で。はい、うん、皆さんお楽しみで、スープどうなってるのかですね。はい、じゃあいくよ、せーの、はい、はい、おお、玉ねぎがいい感じにふやってきますね。出汁が出てるっていう証拠なんですかね。そうだね、ほら、もうほらほらほら。はい、じゃあこっちから、ま、もっと味を出すために玉ねぎは取って、鶏肉だけで開けた状態で沸騰させて作っていきます。336の丁寧な作業によって、ああいうのは完成ですね。あ、いい感じ、いい感じでしょ。いい感じ、さっきより柔らかい。昔は、うん、ほら、さすがだね、336。おお、黒、ちょっと粉まこうね、こっち。めっちゃ黒い。ちょっと4つに分けます、生地を。こういう感じで、まあちょっとある程度形成形するじゃないですか。いきます。はい、できてるよ、できてるよ、ほら薄くなってきてる。まずこっちで一回薄くして、あー、いい感じ。めっちゃ布みたいな。で、これを出しますと、ほら、おお、すげえすげえ、伸びた伸びた。いきまーす、はい、おお、すげえ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 、めっちゃ出てるやん。おい、ほら、イカスミ麺がほらこれでできました。すげえ。ということで、この調子でどんどん作っていきたいと思います。はい、はい、じゃあスープですね、煮込み続けた結果、はい、見てください、真っ白っすね。そうっすね、白いスープになってますね。で、もっと濃厚なやつにします。はい、
じゃあ骨砕いて、はい、こしたやつがこっちですね。はい、こちら。お、はい、真っ白。真っ白じゃないか。真っ白。すごいですね。さあ、佐野くさん。どうしました？じゃあ味整えていきます。あ、びっくりした。急に告白するのかなと思うんですね、うん、あのお前には家庭があるだろっていうお塩、あなたには家庭があるでしょかっこいい。じゃあ味を整える回ですね。なんかいいよね、うん、黒い鶏からこんな白いスープができる。ねえ、すごいね。はい、じゃあ先にね、ラーメン出来上がるまでこれ食べててくださいね。何これ、手羽先みたいだね。いただきます。じゃあ食べてみよう。いただきます。硬っ。あ、けど美味しい。あ、美味しい。美味しい。いただきます。マジでカラス、これマジでカラス。うん、マジワイルドな国だ。なんかあれだね、味凝縮してる感じだね。あ、確かに。うん、噛めば噛むほど出てくるみたいな。匂いがした。あ、匂いがした。これがね、音声麺なんですよ。カラス麺ですね、これ。カラス麺です。え、かまさかカラスの羽を使った麺、うん、ではなくて、はい、すいません、ただの黒いイカスミ入れていただきます。カラスの羽をモチーフイメージした麺ですね。あ、外れてくれよ。気持ち問題ね。お、すげえ、すげえ、すごい。これ何スープってやつですか？これパイタンスープですね。パイタンって。うわ、めっちゃ辛い。うわ、真っ黒。うわ、すげえ。焦がし、焦がしニンニクの油ですね。黒すぎて分からない。これニンニク？うわ、黒かな、これ。うまそう。前流行ってる。スープからね。あ、スープから、そういうルールあんの？いや、ないですよ。麺からいきます。前うめ。死に効いてる、あんな少量で。うわっ、焦がし、焦がし、焦がし。そう、マジマーユ。マジマーユ。マジマーユ。お、マジマーユ。マジマさん。おいしい。これはおいしいぞ。あ、デブジーから、そんなうまい。ま、麺、いいね。あ、だしやっぱいいっすね。麺いいね。だし効いてる、だしがやばい。うん、普段俺ラーメン食べ歩きしてるけど、うんうん、普通にラーメン普通にラーメン普通にのれん出せる。あれ、おいしょ、チャーシューうまい。うん、これうまいね。最高ですね、チャーシュー。チャーシューやばい。あ、おいしい。これはうまい。チキンもおいしいんじゃん。チキンもおいしい。チキンもうまい、普通に。ということで、ということでよかったですね。あ、我々朝から頑張って。いや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 、こんな喜んでもらえると思わなかったですね。仕込み大変だったね。まあ、出せから1000円ぐらい。やってないけど、やってない。1人1000円。そうだね。一人1000円。なんかいつの間に用意したっすね。すごいね、デブジがもうこんなに黙々と食ってる。ほんとないんだよ。これ何点ですか？いや、100点じゃないかな。軽っ。点数は負けたよ。臭いな。あんなにって。さーっと減ったよ。とっさに嘘つくなって言いそうだった。あ、プレミア、塊が出た。麺の塊。これ海苔じゃない？海苔じゃない？これ海苔かな、これ。海苔か麺か分からん。それが自分の髪の毛ね。出せよ。やけどするから、俺。食べるラーメン。食べるラーメン。食べるラーメン。食べないラーメン。やべ、師匠の肩にハートマークが浮き上がってきてる。まただ。見せて。ハート。これがハートみたいに見えるってことね。ちょっと今日はですね。あ、かっこいい。ハートやってる。師匠、これ、おいしい？師匠。キルス様。聞こえないよ。ハートに行きしてるな。キルス様。ハート通った。いましたね、いましたね。これ、おいしい？おいしい？おしょうがハムちゃんにもじゃあ正解してみてくれ。おいしい、ハムちゃん。うん。どんなのや？あの、出汁効いてる？あ、ハート。耳が赤くなってる。はい、ということで今回はやっぱり、カラスを丸ごと使ったラーメンを作ってみたら美味しかったです。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。